皆さんお疲れ様です。俺ね、ミルクティーが大好きで、よくこれをね、パックのままでラッパ飲みしてると、お袋に行儀が悪いとよく怒られてました。コップに入れて飲みなさいと。だからね、このミルクティーを飲むと亡くなったね、お袋を思い出しますね。はい、いやー、昨日はね、本当に桜木神社ね、所沢の行って、大学生ぐらいの男の子たちが僕に声をかけてきて、で、YouTube にも上がってると思うんですが、そう、あれの前にももう声かけられてるんですよね、僕ね。車が来て、僕が撮影、写真撮ってる時に、もうなんか車が、後ろなんか止まったなって思ったんです。で、振り返ってみたら、助手席から、もうこんな風に腕出しちゃって、こっち見てるわけですよ。いやー、なんだよ、おい、久々に絡まれる系みたいな思って、なんか変なヤンキーでも来たのかなと思って、で、俺は気にすることなく撮影を続けてたんですが、後ろから何やってんすかみたいに声かけられて、で、ああもうなんだよと思って撮影中断して、で、車の方行ったわけですよ。なんか生配信でもやってるんですかって言われて、いや、YouTube とか、生配信もさっきやってたんですけど、少し、って。あ、もしかしてやっぱり心霊スポットで来たんですかって声かけたら、あ、やっぱこれ心霊スポットなんですかみたいになって、車どこ止めた方がいいですかって言われて、あ、俺の車あそこ止まってるんで、あそこのケツつけちゃっていいですよ、って。で、俺がまた撮影を始めた時に、そう、彼らもまた来たという感じでした。はい、めちゃくちゃ楽しいですよね、やっぱね。そういうことなんです。はい、いやー、しかしね、最近ね、やることがなくてネタがないし、そろそろね、何か誰かとコラボできたらいいかなって思ってるんですよね。誰かやってくんないかな。まあ身近にいるのはやっぱり三芳町のハイブリッドコウスケさんっていう方がいらっしゃるんですが、まず第1号はやっぱりハイブリッドコウスケさんと、コラボ。まあ初対面はね、やっぱ最初はね、30分ぐらいで切り上げたいなと思ってるんですが、そうですね。まあこれからね、まだちょっといろいろ考えて、なんかね、ちょっと面白くしていきたいですよね。とりあえずもう登録者数も600人超えて、とりあえず1000人目指してます。はい。そっからっすね、またなんかいろいろやりたいのは。まあ、そのわけでね、皆さんも良い週末をお過ごしください。それでは、またね、何か面白いことを考えたらやってみたいと思います。これからもよろしくお願いいたします。